お疲れ様でした。わわ、大変でしたね。おめでとうございます。ランクアップしました。以上が明日から3日間の通商会議の警備体制となります。ベルガード、タングラム門および国境付近にはすでに警備隊による検問体制が敷かれています。市内に関してはジョリッジ課長、ドノバン警部。ああ、広域防犯課では総員を市内巡回に当たらせている状態だ。会議終了まではフル稼働だな。二課は駅、空港、商業区画を特に重点的に警戒しているぜ。こちらも会議終了までは総員で当たることになりそうだ。なお警備対策本部は捜査一課で運営している状況です。考えられる限りの非常事態に対応できると自負していますが、どんなに厳重な警備体制も決して完璧ではありえない。そこでうちの出番ってわけだ。ええ、お伝えしているようにセルゲイ課長には障害担当として対策本部に詰めていただきます。警備隊方面との連絡も受け持っていただけると。やれやれ、人使いが荒いこった。とにかくいろんなところに顔を突っ込んでるからな。それで資格をついたやり方で有利な捜査体制を確立する。うんうん、絡めてのセルゲイの面目躍如ということだな。よしてくださいよ、あんな昔の話。絡めてのセルゲイですか。なるほどという呼ばれ方ですね。昔の話だ、昔の。それでこいつらに関してはいいんだな。ええ、構いません。彼らにはしばらく遊軍として動いてもらおうと思います。遊軍ということは、通常の支援活動を行いながら何かあればバックアップに回れるようにするんですね。ああ、その通りだ。遊撃士協会と同じスタンスだが、彼らに頼り切るわけにもいかん。それにあんな連中が入り込んできた以上、予想外の事態への保険は欲しい。あんな連中、赤い星座だな。ああ、両兵団赤い星座、ゼムリア大陸西部において最強と言われる両兵団の一つだ。現在多数の所属メンバーがクロスベル入りしていることが確認されている。ちなみに1年ほど前、あのヘイユエと共和国方面で大規模な抗争を起こしたらしい。物騒な連中だな。ってことはこの町でヘイユエと抗争の続きをするつもりなのか。いえ、基本的に両兵団はミラによって動く連中です。以前争っていたとはいえ再び争う理由にはなりません。そうだな、オルランド。なあなあ、縄張りを重視するマフィアと違って両兵団にはミラと戦場が全てだ。昨日の敵は今日の味方、その逆も日常茶飯事にあり得る。その意味で以前の構想を引っ張るというのはねえだろう。そうなると一つの謎が浮上してくるわけだ。どうして赤い星座がクロスベル入りしたのかっていう。一課でも探ってはいるが、その目的は未だ判明していない。ただ帝国政府の後押しを受けているのは確実なようだな。通商会議に関係することで何かを行おうとしている、もしくは共和国系の兵ゆえの台頭を抑えるのが狙いでしょうか。ま、どちらもありえるだろう。
いずれにせよ通商会議において無視できる要素じゃないってのは間違いなさそうだな。ええ、無論です。ちなみに赤い星座だが、クロスベル市の周辺にも何度か足を伸ばしているらしい。もし各地を回ることがあれば、そのあたりの動向も探ってほしい。了解しました。それでは支援要請に対応しつつ、赤い星座の情報収集を行います。何かありましたら各方面に応援に行きますので、いつでも連絡してください。お、頼りにしてるぜ。遠慮なく頼らせてもらうぞ。緊急度が高そうなのは警備隊とウルスラ病院からか。でもあのダグラス教官から呼ばれることになるなんてな。ダグラス教官、警備隊の副司令になった方よね。ああ、副司令になられる前は警察学校の教官をされていたんだ。基礎体力の向上から格闘訓練、トンファーによる制圧術なんかをみっちり叩き込まれたよ。もともと警備隊のホープとして期待されていた方だったんです。でもあの全警備隊司令に疎まれて官職に回されたらしくて。俺も演習で世話になったが、凄まじくタフな兄さんだよな。戦闘力で言ったら多分警備隊ナンバーワンなんじゃないか。なるほど、随分凄そうな方ね。でも警備隊との関係を考えると一度お会いしておきたいわね。ああ、挨拶がてら行ってみよう。それとウルスラ病院に新たに赴任した教授からか。ヨアヒムに代わって薬学と神経科の両部門を引き継ぐ人物。まあどうしても警戒しちまうな。でもこのセイランドっていうのはどこかで聞いたことがあるね。確かレミフェリアあたりで有名な名前じゃなかったっけ。レミフェリアの医療メーカーでセイランド社というところがあるわね。太后家ともゆかりのある名家だけど、その関係者の可能性はあるかも。そうなるとそこまで怪しい人物じゃなさそうだけど、まあいい。例の薬についての話もあるみたいだし、ウルスラ病院にも行かなくちゃな。君の憧れのお姉さんもいるみたいだしね。ナース服が凄まじく似合ってる聖女様みたいな人なんだって。な、いや、セシル姉は昔からお世話になっているだけで。っていうかワジ、面識ないのになんで知ってるんだよ。悪い悪い、俺が話しちまった。ランディ、お前な。ロイド、ちょっと動揺しすぎだわ。結構図星みたいですね。確かに素敵な人だったからわかる気がしますけど。まあそれはそれとして、その先生に会う前にセシル姉には話を聞いておきたいかな。ヨアヒムが残したダメージから病院が立ち直れているかも心配だし。そうね。あ、でもしずくちゃんは今日は町に来ているのよね。さっきキーヤちゃんがギルドに遊びに行ってたし。ああ、今日は一日しずくちゃんと遊ぶんだって張り切って出かけていったな。ギルドにいるだろうから時間があったら行ってみよう。ええ、そうしましょう。しずくっていうのはあの風の牽制の娘だっけ。ああ、ちょうどキーボーと同じくらいの年になるな。あのお堅いおっさんの娘とは思えないくらいのいい子だぜ。しずくちゃん可愛いですよね。フランも会ったことがあるらしくてすごく騒いでいましたよ。なるほどね。となると今日は挨拶がてらクロスベル各地を回るわけだ。赤い星座って連中の動向なんかも探りながら。ワジ、君ね。ああ、いい、
こいつの突っ込みももっともだ。元身内が言うのもなんだが、あの連中は正直シャレにならねえ。多分急行山に爆薬を仕掛けたのも連中の可能性が高いだろうしな。ランディ、そんな風に決めつけなくてもいいんじゃ。おじきとシャーリー、あの二人のことはよく知っている。断言はできない。支援家の力量を試したんだ。フルスを捨てた俺が流れ着いたのがどの程度やれる場所なのか。それだけのために。別に害意があるわけじゃない。単なる好奇心であんなことをやれるような連中ってわけだね。ああ、あの程度のトラップなんざ連中には挨拶程度ってことだ。その意味じゃ、せっかく戻りはしたが、俺一人で連中の動向を調べた方が。だったらなおさらだ。確かに赤い星座というのは放置できる連中じゃないだろう。クロスベルへの来訪目的にしても、帝国政府との関係にしても、いずれ突き止めていく必要がある。ただしあくまで特務支援課としてだ。ロイド、俺たちにはランディが必要だし、ランディを一人にするつもりもない。ランディだって一人で動いて何かできる見込みはないんだろ。だったら勝手に動くなんて言わないでくれ。相変わらず大した口説き文句だね。でもその通りですよ。こういう時に力を合わせるのが特務支援課なんですよね。ええ、もちろんよ。あの教団事件でも私たちは全員の力を合わせて立ち向かった。ランディ、今回も同じではないの？悪い、つまらないことを言いかけたみてえだ。はあ、全くだ。とにかく車もあることだし、今日は支援要請を片付けながら郊外を回ってみよう。ベルガード門やアルモリカ村にも足を伸ばしてもいいかもしれない。そうね、久しぶりだし。そういえばソーニャ司令の方はベルガード門にいらっしゃるのよね。ええ、そのはずです。通商会議に向けての対応で忙しくされていると思いますけど。ミレイユのやつもいるはずだし、そっちに顔を出してもいいかもな。それじゃあ出かけるとしようか。なあ、ランディ。お、なんだロイド。その、お父さんのことだけど。それか。別に気にすることはねえぜ。あの世界じゃ珍しくもねえ話だ。それに、ダウンを抜けた時に、俺と親父は縁を切っている。何も感じないわけじゃねえが、ま、サバサバしたもんだぜ。そっか、でも、気が向いたら、いろいろと聞かせてくれよな。一応リーダーとして相談に乗れることがあるかもしれないしさ。ごめん、ちょっと生意気だったか。違う違う、なんだかんだ言ってお前も成長してると思ってな。お兄さん感慨深いぜ。あのな、そのこういう時はなんとか力にならせてほしいんだ。頼りないかもしれないけど、それが相棒ってもんだろ。ロイド。わかった、いずれ話を聞いてもらうかもしれねえ。その時は頼むぜ相棒。ああ、あれ何してるの？二人とも忘れ物？ごめん、すぐ行く。そんじゃぼちぼちお仕事を始めるとすっか。
行くか。よし、やるか。うん、いい感じかな。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。お待たせしました。さてと、やっ、はい、そこ、
よし、えいっ、え、そこ、そこだ、くやっ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 、そこ俺の番だ、最後任せて、やっ僕の番、やっやれやれ、時間の無駄だ。
よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。